2022明治安田生命 J1 リーグ第18節アビスパ福岡対サンフレッチェ広島ベスト電機スタジアムからお送りします。さあでは改めてアビスパ福岡今日のスターティングラインナップです。今日は 4-4-2 のシステムではなく 3-4-2-1 を予想しました。サンフレッチェ広島今日のスターティングラインナップです。今日は2トップ予想ではなく1トップ2シャドウで予想しました。森島、左のレフティー東、松本が絡んでいきます。うまく使って森島のクロスボール、東のシュート、左からチャンスメイク、サンフレッチェ広島。はい、まあ、うまく、ね、こう松本選手、まあ、東選手、森島選手が、ね、左で、まあ、攻撃を、ね、作りながら、まあ、一つ、ね、こういい形で作りましたよね。さあ宮運んで左足でクロス、面白い、グローリー、グローリーのシュート、ファンマ、もう一度岸が行く、荒木の対応、分厚い攻撃を仕掛けましたアビスパ福岡。まあ、福岡の方も、ね、こう迫力ありますし、ありますね、まあ、ボールに対して反応も早いですよね、はい、一気にラインを上げます広島、まあ、今季の広島はプレッシングでも魅了することができます。取りました、ね、取りました、ベンカリファ、左森島、右を使った三田のシュート、ワンチャンス決め切りました。これが紫の風雲児、三田誠、先制サンフレッチェ広島、電光石火、ショートカウンター炸裂です。高い位置で、ね、前選手がボールを奪った瞬間に、まあ、3対2の、ね、状況を作りましたし、まあ、この横パスを、ね、ワンタッチの逆サイドネットに、まあ、正確にシュートが打てる、まあ、このシュートは、ね、褒めるべき素晴らしい精度ですよね。はい、今のゴールシーンも完璧にインステップで捉えました、はい、その満田猛烈プレス、さあここは粘ってキープした七のクロスボール、大外前島、いやービッグチャンス到来アビスパ福岡。最後はインサイドで面を作って丁寧に狙いましたけれども枠の外でした前島。ここも早いぞ中村、横パスで前、幅を取るのが左で七、その後ろでサポートは宮、さあレフティーコンビでつないだ、七はどうする、右足でクロスボール、うん、渡り大輝が来た、渡りがやった、渡りがやった、バースデーゴール、今季リーグ戦初出場、初スタメン、結果を出しました渡り大輝、1対1同点福岡。まあ、このカットインから、まあ、右足のクロス、それから、まあ、渡り選手の入っていた場所がね素晴らしかったですよね。ディフェンスの間にうまくポジションを取って、まあ、一番ねこう危険な場所に入ってきましたよね、まあ、うまく合わせましたよね。さあここももうツーシャドウではめに行こうという構えを見せました福岡。まあ、そうですよね、うん、かなりこう高い位置で待ち構えてますからですね、はい、重心はかなり前に行ってますよね。でここを剥がしに行った広島、うん、野津田の柔らかいボール、いいボール、ね、ナイスボール、ドーグラスビエロ、お見事ループ野津田の浮き球、反応したドーグラスビエラ、1対2、相手が前から来るのであればひっくり返します広島、今日も仕事をしたビエラ。まあ、ここでねワンタッチではたいてもう一度もらい直して、まあここもねよく見てましたし、まあ絶妙のね浮き球のパスを出しましたよね野津田選手が。でそこに走り込んだあのビエラ選手も落ち着いてループシュート、まあ見事ですね。おっとジョルディ・クルークスが打った、クルークス行く、ファンマにつなぐ、ファンマ行く、ファンマからヤマ、おーファンマ、おーナイスキーパー大迫圭介、最後はファンマと山岸2枚かぶる形でしたけれども広島のキーパー大迫が防ぎました。大外で待っているところは奈良、そして10番の森島のマッチアップ、佐々木、おっと PK
ボックス内で倒されました佐々木翔、 PK ゲット。まあ、あのここぞっていうところで、まあ、スプリントをね仕掛けて、まあ、ボックス内入りましたからね。ビエイラ決めました、1対3、点差広げたサンフレッチェ広島、したたかな広島です。落ち着いてね、まあ、左隅に決めましたよね。94分です。ここで試合終了の笛です。アビスパ福岡対サンフレッチェ広島、1対3広島勝利。波に乗る広島、止まらない紫、今シーズン初のリーグ戦4連勝達成です。